はい、久しぶりのね、JDEX700、今ちょっと頭にカメラをセットします。モーターカットがね、なんか入ってなかったんでね、スイッチの割り当てがちょっと SC っていうチャンネルに入ってました。で、またちょっと SD でね、変更して、今他の機体とね、同じ仕様にしました。電池残量はね、さっき充電したのにね、86% と 87% しかないんで、もうちょっと電池の寿命が良くないかと。ちょっともう眩しいんでね、あまし上空演技はやめときます。で、ちょっと静演技をちょっと練習します。風が強いんでね、なんかうまく飛ばない、ちょっと上下するんで、前後はいいんですけどね、ちょっと上下するな、ちょっと上下ピッチが間に合ってない状態、右からの風の、どのくらいだろう、風としては 3,4 メーター吹いてるかな。じゃあちょっと3D すっか、ちょっとバッテリー残量少ないけど、はい、さまず軽くフリップ、はい、サイドフリップ、フリップの定点砲は、だいぶ大きいのではちょっと初めてかな、この鉄砲場っていうのは。この前やったらね、サイドフリップの大きい、透明の部分ちょっとやってみようか。はい、ちょっと一回今タイマーが1個なった。透明の、あ、ダメだ、地形や。戻る。あべ、こっち眩しい。透明のフリップ。戻りの、ゆっくりだな、これ。面白いな、このゆっくりっていう、ゆっくり戻す、はい、今1個目タイマー、2個目がまだ鳴ってないけど、そろそろやばいと思うんですけどね、メトロノーム、はい、もうちょっと80何パーセントだから2個目が鳴る前に下ろさないとやばいんで下ろします。はい、ノーマルですね。はい、下ろしましょう。あ、ちょっと派手な下ろし方したな。はい、ホールドとモーターカット。はい、ちょっと。タイマー的にはオーバーしてるけど、